湯川玲子です、清息先生並びに清息先生の熱心なファンの皆様、この度また伊藤清息、10番勝負2022の9月4日にお邪魔することが決まりました。またまた呼んでいただきましてありがとうございます。でも私はハードロックとかいろいろそのヘビメタとか全然詳しくないし、何のお話をしたらいいのって言いましたら、最近の洋楽について話をしようということで、まあいろいろそういった意味からは、9月4日までの間にはビリー・アイリッシュなんかも見に行ってると思うし、まあお話しすること、最近オリビア・ニュートン・ジョンが亡くなって、オリビアとのいろんな交流の思い出話とか、映画のエルヴィス、あれはすごかったですね。そんな私しか知らない話みたいなのもさせていただきたいと思っておりますので、ぜひ、ぜひまた聞いたり見たり、現場に遊びにいらしたりしてください。清息10番勝負2022、私伊藤清息が各界著名なゲストをお迎えして行うトークイベント、清息10番勝負の季節がやってまいりました。パート1が9月2日から9月6日、パート2が9月16日から9月20日。今年2022年も多彩なゲスト陣が参戦します。詳しくはタワーレコード渋谷店のサイトで。事前打ち合わせ一切なしのガチンコトーク、ご期待ください。